にちは、銀次郎です。今日はですね、リクエストにお答えしまして、ザ・ラッページさんのドリームオンという曲のサビの部分をレクチャーしたいと思います。はい、サビの最初の部分ですね、フォーへとレクチャーしたいと思いますので、自分なりですがコピーさせてもらったので、よければ参考にしてください。それでは早速やってみましょう。レッツダッシュ。はい、早速やっていきたいと思います。まずは、ドリームオンですね。ドリームオンは、顔の横で、まあ、こうやってくるっと回すメンバーもいたり、そのままドゥッと顔の横に、こういうポーズ、はい、D だと僕はちょっと予想するんですけど、まあ、ドリームで、このまま下に下がった時にクラップを一回します。いけますか。はい、で、このサララララララ、で、まずは手を後ろにグッと回してあげます。はい、グッと後ろに回してあげて、次に右足をシュッと、はい、これはコツは一緒にジャンプして右足だけスッと抜いてあげる、はい、イメージで、抜いた時に手は右手が上、はい、で、左手は下からこうやって逆を回してあげるようなイメージです。こういう感じ、はい、そうするとこの世界でこういう風になります。はい、で、このまま後ろにバトブレみたいな感じで右左したら、次は体ごと前にドンと落としてあげながら、手を1、2でついてあげる。はい、OK、1、2でつくときに足を上げてあげる。はい、で、3で、シュッと、はい、手を握ったまま引いてあげる。 OK、で、次に、はい、ヘイで、右足を蹴りながら、ストン。手も下げてあげる。ここまでやってみましょう。いきます。5、6、D、1。この世界に響く、ヘイ。はい。来たら、次が、立った。手は、1、2。はい、肩と腰のあたりを触ってあげて、で、足を一緒に前に上げます。はい、で、この状態のまま前に向くんですよ。前に向くときに手をこうやって入れ替えてあげる。はい、そして次に、右手を下に下げながら下に下がって、ここに手を持っていってあげる。はい、次はこうやってウェーブを通してあげます。これをまあ要練習なんですけど、ちょっとウェーブ練習して、ウェーブ通しながらシュッと押し上げる。はい、で、いぶくで手でいぶかす。いぶく、はい、 OK でしょうか。じゃあここまでいくでやってみましょう。5、6、3、4。このタララ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 ラ、いいね、スーでジャンプします、ジャンプ。はい、ちょっとこの足の運びをゆっくりと足だけやっていきたいと思います。まずはジャンプしながら右足を払ってあげる。はい、で、1、2移動すると、次は左足を払ってあげる。 OK、 で、もう一回1、2でまた右足を払ってあげる。で、3、4ときたら、次は4で前にステップして、左足を絡めてターン。はい、ステップはこれです。OK。1、2、3、4、5、6、7、8です。はい、これを早くやると、1、2、3、4、5、5、6、7、8でございます。それに手を入れていきます。まずは、ジャンプ。ジャンプしながら1、2、3で左足を払うときに、右手で下からシュッと指をさしてあげる。で、こう来たら次は右手を払ってあげる。はい、手と一緒に右手を払ってあげて、で、このままステップしてまっすぐつくと。はい、こんな感じです。早くやると、いぶきあんちゃらららららですね。ラで、おお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 おなんですが、
それは手をしっかりとおおダウンおで、もう一度次は1右足右足234っていう感じです。はい、これをね、こうやって手をほぼ皆さん回してました。はい、おーおーおーおおおこう手を回す、おーおーおーおおおこういう感じで、はい、回してかっこよくやってあげてください。はい、とりあえずここまでにしておきましょう。ここまでゆっくりやっていきたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。これからもリクエストを聞いてたくさんレクチャーしていきたいと思いますので、よければリクエスト、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で。